前園正清のおじさんだけど遊んでもいいですか。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日はですね、はい、私の方も結構緊張しております。いや、もう僕が一番緊張してますし、はい、だいぶ僕は早い入りできたんですけども、まさかもういらっしゃってたっていうので、もうより緊張感がありますけれども、待たせてしまったっていうね。しかも今回は結構待望というか、いや、そうなんですよ、はい、この番組に来たサッカーの後輩先輩方が必ずこの方のお名前が出てくるということで、まさかこんな番組に来ていただけると思ってませんでしたけども、視聴者さんも、はい、コメントでね、ありがたいですね。ではちょっとゲストのご紹介させていただきます。はい、せーの、サッカー界の大先輩レジェンド鎌本邦成さんです。どうも、よろしくお願いします。すいません、鎌本さん、ご無沙汰してます。よろしくお願いします。嬉しいですね、まさかですよ、はい、30歳ぐらい違うって言われたんですが、はい、お二人っていうのはこのご関係というか交流っていうのは、いや、もう全然もう大先輩で、もちろん対戦もしたことないですけれども。そうだね、はい、引退してから鎌本さんのサッカー教室とかでいろいろお世話になったりとか、会う機会をいただくっていう感じですね。はい、誰かの時に、はい、西川湖で試合せんかったっけ。あ、しました、しました。そうだ、俺がボール持ってるのあんたが取ったんだよ、後ろから来て。よく覚えてらっしゃる。現役引退してから鎌本さんと日本代表の OB 戦の試合があって、で鎌本さんは基本的には監督をやられるんですけども、やっぱり鎌本さん見たいということで、途中最後のでこう出てくるんですよ、試合、何分か、10分15分。その時鎌本さんで絶好のこうシュートチャンスだったんですけど、僕がかっさらってしまったっていうそれを覚えてらっしゃるんですね、鎌本さん。僕がボール持ったらね、周りに来るなって言ってんの、はい、こっちだけ来るの、僕らで来て、僕は奪ったっていうねほんでそこから手入れられてまだから引退してそういう風に、本当でまだ鎌本さんがこうね、ピッチに立ってくださるから一緒にボール蹴れるわけですけれども、あとサッカー教室とかで、現役の時はもうそういう機会がなかったですし、やっぱオリンピック世代としてはメキシコの鎌本さんのプレーを何回も何回も僕ら見させられて、アトランタにつながったというのもありますから、そのあたりも含めてちょっといろいろ話を、昔のことも含めてですけど、多分視聴者の方も聞きたいと思うので、はい、じゃあその前にいろいろ、まずはあれですよね、鎌本さんのベストイレブンとか、はい、だ世代が違うし、でどういう方を選ぶかのちょっと楽しみ。そうなんだよな、はい、じゃあ早速、まあ、ゴールキーパーですかね、はい、まずゴールキーパーは横山健三とかね、はい、一人言うたらね、はい、そこ僕らの年代はそこまでやん、はい、だからそこから先は、昔はゴールキーパーなんてあんまりいい選手が出なかったんだよな、はい、だからそれ以降川口義勝だとか、はい、奈良崎だとか、はい、いいゴールキーパーがたくさん出てきたよね、はい、それはやっぱりゴールキーパー専任のコーチがついてるでしょ、うん、はい、我々の頃はいないんですか。いないもん、そんな岡野さんがボール蹴ってたもん。あ、じゃあもう専属のキーパーコーチはいなくて、うん、いないな、そんな誰もいないよ。さ、フィジカルトレーナーとかさ、そんなもいないしさ。そう、あ、それ衝撃ですね。そうです、てめえら全部勝手にやっとったんやっていうことですよね。そう、だからキーパーも、もう自分でやってたってことですね。そう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 、蹴る人がいて、だからやっぱり今の人は、まあ、もっと後にしよう。そうですね、その辺も含めてそれは後の話ですけど、うん、横山健三さんどういうキーパーだったんですか、鎌本さん。それ非常に堅実で、はい、じゃあ僕も現役の時は知らなくて、もう後になってからお会いしてますけれども、うん、でもじゃああれですか、鎌本さんやっぱシュート練習の時は健三さんとかのゴールキーパーでやっぱり練習してたんですか。してた、してた。その前はね、保坂、はい、司っていう人が、はい、山梨に、はい、の人やけどね、はい、その人はよく東南アジア行ったらモテたんだよ、向こうの人に。なんですか、そのモテる顔だったんですか。モテる顔やった。健三さんはまあそこそこやったんですかでどちらかというとその堅実なキーパー。堅実や、堅実。でこの方もメキシコのオリンピックの時に PK 止めたでしょ、はい、はいはい、そうですね。吉川も
ブラジルであんだけシュート打たれても止めた、ね、止めてました。そうですね、あれ大したもんだよ。アジアカップでも大事な時に止めてましたもんね。そうそうそう、うん、ああなるほど。じゃあもうやっぱりゴールキーパーはもう横山健三さんですね。そうやね、横山健三。はい、じゃあもう川口義和、どっちですか2人出てくる川口義和 はやっぱり鴨本さんも、まあ、見ててまだ知ってる年代なんですよね。そう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 、僕ら団長でおったからね。ですよね、うん、アジアカップとか一緒に行った中で、はいはい、本当に超ファインプレーで、で、うん、勝負強さが大事な時に止めてくれますもんね、うん、じゃあ、まあ、横山健三さん、はい、川口義和さんですか、ね、まあ2人目、これ別にポジション関係ないですよね、はい、もう11人鴨本さんがもう本当にこの選手っていう方の名前順でいいよね。はい、はい、それはやっぱりセンターバックは闘莉王やね。非常にハードだしね。うわ、ここで闘莉王聞きましたね。そう、誰も言わない。いやいや、そんなことないです。ちょっと意外だったらやっぱちょっと離れてるんで鴨本さんと、うん、でもやっぱり対戦もしてないけど見ててやっぱり印象ですか。そうそうそう、うん、ハードだし、はい、攻撃がうまいしね。前線にも飛び上がるし、行き過ぎる時あるありますけども、確かにフォワードまで行っちゃう時もありますけども、間に合わんで帰ってくるのが、はあはあはあ、だからそれはやっぱりフィジカルも強いしね、はい、やっぱりいい選手だったと思いますよ。はあ、闘莉王か、なるほど。入れてもらえるの嬉しい。いや、そう、嬉しいと思うよ。めちゃくちゃ嬉しいと思うよ。え、じゃあ3人目とかは。3人目はね、はい、鎌田光雄。鎌田さん、ちょっと僕は我々の時の、はい、それメキシコの時ですか。メキシコの時のセンターバック。センターバック70年まで日本代表とした感じ、うん、俺の生まれる前、フルカデンコの強い時の、はいはい、のもう中心選手、ディフェンス、うん、どういう選手だったんですか。非常に柔軟なね、はい、非常に冷静な。そういうタイプですか。そう、僕がやっててもね、一番嫌なタイプやって。え、どっちかというと飛び込んでこられる方が一番ええね。はい、スッとこうかわせるから、うん、もうでチャーッとこうついてるっていう。あ、じゃあ冷静にこう対応しながら。そうそうそう、クレバーな感じなんですか。そう、クレバーな感じ。じゃあ闘莉王とはちょっと対照的ですね。ちょっとまた別やな。闘莉王ガンガン行く方や、はいはいはい、この人あんまり行かない。最後の最後やね、滑っていくのは。それまでは冷静、うん、冷静に交代をしてね。かわそう、不遍とかけてもこう冷静になかなかかかってくれへんもん、ね。あ、じゃあ非常にクレバーな選手だったんですね。温厚な人ですよ、今でも。面白いですね。でも闘莉王とまた対比っていうのが全然違うっていう、うん、真ん中2人やね。はい、今真ん中でしたね。まあセンター2人だとしたら左サイドはね、はい、あんまりいないんだよね、サイドバックでええのが。年代からいくと、はい、鴨さん電話になってます。一回出ていいですよ、大丈夫です、全然問題ない。あ、ごめん、はい、一回ごめんなさいね。全然大丈夫、一回出てください、問題ないんで。奥さんに電話して、一回出ました、着きました、言うて、はい、一回ご報告を、一回もう始まりました。始まりましたね。そう、つりたいこと言わなかったからね。ご報告大事ですから。大丈夫、大丈夫。はいはい、わかりました。いつもご報告してるんですか。ん、ついたとかどこについたっていう。そうそうそう。いや、偉いな。報告しとかないと。今着きましたっていう、東京行ったら今着いたとか。いや、すげえな。俺全然、俺家の鍵持ってないもん。あ、そうですか。だから新大阪着いたら、はい、何時に帰るっていう。あ、今着いたから、うん、大体家までどれぐらいだか何時に着く。そうそうそう。電話するんですか。いないときないんですか、奥さんが買い物。おるよ、絶対。買い物とかないですか。おれへんときに行きよるわ。はぁ、すげえなぁ、もうその呼吸っていうか。信頼感。ちょっと電話しないとな、俺も。今着いたとかね。そうやね。ですよね。今寝ます。今出ます。きちっとしてるわ、鴨本さん。いやいや。じゃあちょっと、うん、サイドバックあんまりいないですか。いや、だけど日本の代表で長いことやってるんだからやっぱり長友やろうね、うん、ああやっぱり。それから山口っていうのがおったんよ。ほうほうほう。まあ、長友はまああれですけど、僕の時代にこの
選手が右サイドバックだったんですか。左や。あ、左。だから長友と引っかかる、引っ付くんや。まあでも長友右もできますから、うん、あ、全然それ大丈夫です、はい、山口さん、うん、はあはあ、フォワードから転向していって、はい、フォワードから転向ですか。フォワードから。これはもちろんメキシコの時の代表です。そうそうそう。どういう選手だったんですか、この山口選手。こいつはええパッサーやで。これもね、ちっこいね。あ、じゃあ長友みたいな感じ。そうそう、すっぽん言われるぐらいの。すっぽん、もうあれですか、もうくっついたら離れへんやつ。はあ、徹底的にマークもずっと。そう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 。あれね、ペレが来た時にね、はい、こいつがペレについたんや。え、中盤のとこに行って山口さんが、はい、ほんで体壊したんや。え、どっちがですか。こいつが。山口さんが。なんでですか。もう出尽くしたんや。もう必死でもうずっとついてって。そうそうそう、90分間やって。それから体調が悪い。マンツーマンですか。ほぼマンツーマンすげえ。今じゃあんまりずっとマンツーマン考えられないけど、ペレにずっと山口さん。いや、だけどね、はい、ゾーンで守っててもこいつだと思う時はマンツーマンでいかなあかんんですよ、うんうん、はい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 。相手のコートを自分の相手のコートへ帰った時はいかんでも、ハーフラインの辺で待ってたらいいけどね、自陣、はい、に来た時、自分に来て入ってきた時にはピタッとついておかない、はいはいはい、あれドイツでワールドカップの決勝やった時ね、はい、ヨハン・クライについたのホックスや、はいはい、右のサイドバックがついたんや。もうだから自陣来たもんね。もう1対1で絶対ドイツが担ぎ寄ったもん、はいはいはい、クライフは仕事できないって、はい、なんでか言ったらもうマンツーでずっとマンツーマンで、そういうタイプの人。そういうタイプですね。じゃあ相手のエースが来たらもうずっと、そうそうそう、すっぽん山口さん、そうかっこすっぽんで、はい、すごい。あ、そうなんですね、うん、でもこれで鴨さんディフェンスラインは揃いましたね、うん、そうやね、はい、両サイドバックちょっと小さいね。そうですね、ゴール前ヘディングでやられるやん。確かに高さちょっとないですけれども。ルーさんにとってかっこいいとは。ベリーディフィカルトなクエスチョンなんだけど、ワンワードでスピークするとノーギブアップってことかな。中身がないって。髪の毛はあるよ。ウルトラ育毛剤チャップアップ。じゃあ中盤ですかね。ミッドフィルダー中盤はね、はい、それはやっぱりラモスやの。攻撃的なラモス、それから中田英寿。ラモスさんはだからやっぱり鴨さんのことをこの番組に出てきてやっぱおっしゃってましたし、僕ラモスが辞めるときね、はい、お前まだやれって言ったもんね。ホームだけ出たれって言って、アウェイ行って試合やらんでもね。え、鴨さんとラモスさんは、うん、あんまりやってないよ。ラモスさんでもカモさんとあんまりやってないんだ。代表ではもうあれですか。全然やってない。じゃあもうラモスさんがやっぱりその日本リーグとかでもまだ若い頃を知ってるってことですか。そうそう、ちょっとね、ちょっと知ってるっていうぐらい、うん、ある事件起こしたでしょまあまあまあ、あの辺のとこちらっと知ってるけどね。ええ選手じゃないですか。あ、やっぱりそうですか。守備もできるし、はい、攻撃もできるし。じゃあ一緒に対戦はあるんですか。対戦はあったと思うわ。うん、まあでもそれぐらいのやっぱり印象が重なり具合っていう。一緒にやったことあるのに、あの一緒のチームですか。うん、はい、日本の選抜で。ああ、僕が選手兼監督やって、はい、あいつ選手で来て、はい、一緒にやったこと。ああ、そうなんですね。で、引退試合僕あいつ、はい、日本選抜でリーグ選抜で出て、はい、僕のユニフォーム持ってきよったこと商品価値が今ついてんやけど、あれ返してくれても返してくれ今更返してっていうのもあれですけどね、ラモスさん。やっぱそうですか、うん、ラモスさんもだからもうラモス中田っていうのはもう何も言わんでもみんなが言うやろ。まあそうですね、この2人は、うん、まあ、カモンさんがもし前にいたら、うん、この2人がいて中盤からもう思う通りにボール出てきますかね、やっぱり、うん。カマオさんだから中田英寿はどういうふうに見てたんですか、そのプレイヤー的に。これわがままなプレイヤーやねこれマスコミもさ、はい、キラーパスって、はいはいはい、キラーパスじゃない、パスを合わさないから走ってるやつのスピードに、はいはいはい、あいつバーン蹴ってて間に合わんかったら、はい、もっと早い走れっていう、うん、そうですね。だけど非常に
気概のある選手でしたよね、うんうん、もったいなかったよね、あそこでやめて。あ、まあまあ早かったですね、うん、まあ、日本人である意味ちゃんと地位を確立したのは、まあ、中田英寿かもしれないですよね。そうそうそう、ここ近年でいうと、うん、フィジカル的に強かったりとか、そうそうそう、気持ちの上で日本人や、はい、そうですね。だけどね、はい、攻撃だから選手ばっかりになってくるね。次ネルソン吉村とかね。あ、8人目。じゃあ、あの鎌田さんのイメージとしてはメキシコの時のシステムってどんな感じですか？4枚。メキシコの時はスイーパーシステムや。スイーパーか、うん、そうかそうか、鎌田さんが後ろで、はいはいはい、スイーパーか、うん、昔やっぱスイーパーって言ってましたから、まだシステム関係なく、まあ、2人が中盤のまあ真ん中、ね、そうそう、ネルソン吉村は攻撃的な選手だったら、はい、ネルソン吉村 もうブラジルから来たでしょ、はい、そうですね、ラモスもブラジルでしょ、そうですね、セルジオエチゴっていうのおったんでしょ、知ってます、はい、あいつはうまかったよまああいつは代表にはならんかったけどね、はい、じゃネルソン吉村さんはだから鴨本さんヤンマーで一緒にそうやってましたよね、うん、どちらかというと鴨本さんにしっかりとこうアシストとかパスするタイプ、そうそうそう、あいつからほとんどボールが出てきた、テクニシャンタイプ、そうそう、あれいくつぐらいの時から僕はもうそろそろ終わりやいう頃に、はい、あいつ日本に帰化したんや、ほんで代表で一緒に行った、うん、まあ、じゃあラモスさんと一緒、そうそうそうっていうことですよね、うん、ブラジルからそうそう東南アジアとか一緒に大会に行きましたよ、はいはいはい、ヤンマーでね、はい、やっぱりもうその当時抜群の選手やったね、はあ、だけど日本へ来てからこの子は生まれたんやけどね、ああそうなんですか、素材はあったけどね、はい、それはスタミナはないわ、走れて走られへんかったもんね、日本来てからスタミナもついた、フィジカルも強くなった、もともと持ってるボール扱う技術はあった、はい、だから僕が入った時にこのチームの中で誰がボール俺自分にボール出してくれるのかなと思った、はい、で僕が入って夏にこいつが来たんや、なるほど、うん、でその時あこいつやなと、でそのホットラインができたんですか、テクニシャン系ですね、うん、テクニシャン、それはもうあれですか、その鴨本さんヤンマの時その練習の中で、でも年下ですよね、そう10歳ぐらいしたかな、はい、それはもうだからほとんど一緒にボール蹴ってましたよ、あそうなんですね、うん、それでね僕らボールをね止めるのにね、胸でボール止める時ボールをこう上へ弾けってポンとね、だけどブラジルの連中はもうそのと落ちるパッと落ちる、なるほど、あいつはボーンと胸へ蹴ったらプッと飛びやる、はい、お前それどうやって止めるんやってそれを教えて伝授してもらって、あこういう付け方やって、確かにこう僕らもそうですけどポンとこういう感じで柔らかくっていうのを習いましたもんね、うん、そうやろ、はい、こうなったらこうなった分だけ時間プレーの時間かかるやん、はい、だからボール弾いたらダメなんですよ、はい、それはねクラマーなんかもう盛んに言うよった、ボールをプッととこれ膝まで上がったら、はい、膝まで上がったら5メーター敵は詰めてくる、確かにボール浮かすなって、はい、だから練習の時パッと止めてパスするパッとパス見とる時は真剣になってるわ、はい、あれ指導者っていうのは偉いもんやねパッと見放したらね、はい、あ向こう行きよったと思ったら、はい、気が楽になる、はい、そうしたらボールがプッと浮くんや、はい、今みたいにええグラウンドじゃなかったもんそれと、確かにガタガタのグラウンドで、はい、だからそうしたらパッと振り向いてカマーって言ってやるよ怒られたんですね。え、じゃあそのムーントラップ、まあ、吸収してポッとこうもうそのまま落とすのはネルソンさんに、そう、まあ、教わったんですか。そうそう。こういうのはじかんと。だからメキシコの1点目だから決めた。ポッと止まったやろ。ペナボックスのあのあそこでピタッと。そう。鉄道。はあ。そうなんですね。すごい。ヌーさんにとってかっこいいとは、ベリーディフィカルトなクエスチョンなんだけど、ワンワードでスピークするとノーギブアップってことかな。中身がないって髪の毛はあるよ、ウルトラ育毛剤キャップアップ。だから433でいきゃ、はい、
校だし、うん、最後のフォワードは3人はあと3人そうですねフォワード3人とした時に、うん、三浦の数やろう、はあ、数さん三浦杉山鎌本やな、はあ、すげえついに出てきましただからまあ前が3人としたら、まあ、数さんが右という形ですかね、うん、で鎌本さんガマさんが、まあ、センターで杉山さんが左まあそんなとこやなカズさんはもう一緒にはやってないですもんねやってないさんだから杉山さんもちろんもう名優というかメキシコの時もそうですずっとやってますけどやっぱカズさんの印象っていうのは鴨本さんいややっぱりそれはあのブラジルで日本の選手がトレーニングしてきて、はい、あのそれだけの技術を持っとるし、はい、あの気に入らんとこもあるけどねどうしようかな聞こうかなボールの受け方がね、はい、背中向けて受けてる時にものすごく受け方が悪いよ相手を背負って、うん、背負って相手の自陣のゴールを背中に攻撃してしながらボール止めるでしょ、はい、あんなことやったらダメあんなことせえへんで誰もやっぱり半身になってボール止めるとかねなるほどボールキープするとかね、はい、ボール受けた時にバッと半身になるとか、ねはいはい、そうしないと後ろからガーンってやられるじゃんなるほどそれを彼はこういうやりそこはだから鴨さん見ててやっぱ気になってたんですかそうそうだから若い子がそれを真似するんやはいはいああよくないなと思いながらだから多分カズさんってあの純鴨本さんはいわゆるストライカーのセンターフォワードなんですよカズさんってまあセンターフォワード違うよ違いますもんね、うん、だからポジション的にはフォワードじゃないんですよ多分そのセカンドストライカー的なこう動きだからそうそうそう2列目の上がり目とかねだそうですねサイドをやったらいいでしょう、はい、だから南野とか あの辺の類の選手と一緒あそうですねこうねシャドウで鴨本さんがいたらその周りをこう多分動くタイプだと思うからその多分背負った時の感じっていうのは多分フォワードとちょっと違うと思うんだよね鴨本さんとかもグッとこう半身確かにカズさんはこう背負ってたイメージは確かにありますそう僕らいかに相手 あのディフェンダーから離れようかと、はい、自分の体を縦にしてボールキープしようかって、はい、だから今頃の人は全部キープなんかしないでしょ、うんうん、そうですねトップにボールが出てきても、はい、ガッと止めてキープして、はい、で2列目に来るのを待ってる、はい、っていうことしないよね、はいそれはこういう風になってるからなるほどそれ鴨本さん言わなかったんですかカズさんにもっと半身の受け方とかっていうのはあそんな話はしたことないないですか僕が見て思うだけのことで、はあ、いや彼は彼なりの考えがあっての話だと思うからねはい、うん、まあそしてでもやっぱり杉山さんですか、うん、これが縦へ切り込んでいった時には、はい、ここへ来いって低いボールで中へ入れてくる行ってあかんかで折り返したらクロスで入れるんですあその時はどこのポジションに折れってああなるほどだからそれをちゃんとお互い話してるのに実行してなかったら、はいはい、我慢どこに折るねって言って怒りよったもんあ杉山さんも、うん、それで僕も走ってるのに行けへんかったら、はい、杉山さんどこへ出してんねって言ってなるほどね、うん、それはもう練習の中でそれはもうそうそう終わってからね、はい、そういう練習ばっかりしとったはあそういう練習を岡野さんなんかようやらしよった終わって杉山さんにボールポンポンとかみませてからボール出してゴールエリアの近くまでゴールラインの近くまで出して、はいはい、走っていって、はい、僕はこっちから入ってくる裏返えばなるほどだその約束ごとで全部メキシコの時手入れてあれも確か杉山さん切り返して右足でしたよね、うん、そうそうそうあの時岡本さんちょっとこう相手のそうちょっとねあの時ね、はい、時間がなかったんよ、はい、こうした時にまだそこのポジションにいなかったんよ、はい、はいはい岡本さんが僕は、はい、あれはね相手の裏側に出て回るんですよねヘディングの折り返しを、はい、次の2列目が
狙うっていう。なるほど。だからそのまま行こうと思って走ったらもうこれやっとるから、もうこのまま行けっちゅうの思って、はい、前バッと出たらそこへ来てる、一山越えて、はい、ポン。はあ、だからそれ、そういう約束事っていうのは何回もあるよ、天理さんは。なるほど、うん、あれだけうまいこと言ったのはあれしか、あの大会しかなかったね。それまでずっとやってて、なんで2人でおった時よく話する、なんであの時あんなうまいこと言ったんですかねって。だから神がかりやったもんな、うん、あの時 でもそうだし、ナイジェリアの時でも、はい、低いボールが入ってき て左足で、はい、入れたやつ、同サイドで、それからフランスの時は浮いたボール、はいはい、ドン、そういうようなシュートありましたな。でもそれもだからもう何回も何回も、そうそう、そういう、そういう練習や、練習をやってたってことですよね、形を。そう、だからこうなった時ってここへ来いっていう、うん、約束、ね、声出すって言ってね、うん、約束しとけやいな、はいはいはい、だけどこっち蹴ろうとするやつはここへ誰が次来るんか分からへんかった、うんうん、どうしようもない話ができへんわね、はいはい、おじやそ以上ベストイレブンは鴨本さんこれで、はい、このメンバーで、はい、いいですかね。今頃の選手が出てきたら、はい、そう自分らの年代のやつ言うわねそうですね、そうですね、鴨本さんが見て、まあ、今のまだ現役の選手もいるから面白いですね、こういうふうに年代は違いだね。日本代表でいうとどうですか、点取り屋っていうところでは、あの上田君と上田綺世、はいはいはい、それから湘南の頃が4点入れたらね、町のたまたま4点入ったんや、自分のところにポロッと転がってだから今ボール持って突破しにかかるのは三笘だけでしょ。ああそうですね、前園選手なんかでもうまかったよ、この人にもうちょっとスピードがあったらね、まあ、走るの嫌いやろ。はい、鎌田さん好きだったんですか。いや長いの嫌いや一緒じゃないですか。鎌田さんベッケンバーと、あの人の50歳の誕生日に行ったもんね、呼ばれて、呼ばれたんですか。ミュンヘンに行ったもん、ベッケンバーに。